久保さん。今回、仮想通貨の価値にしましょうか。なんかね、久保さんの動画終わったら、なんかライブドルダのステーキングなんちゃらみたいなね、なんか流れてきたんですけど。仮想通貨の価値。わかんないですね。わ <laughs> かる人にはわかって、わかんない人にはわかんないっていうね。僕はわかんないですね。はい。やってないし。<laughs> だからこれは前もなんか言ったと、言ったのかな。PayPay ペペの時かな。 ペイペイの時に、何がペイペイなんか、あの、ペイペイがこう、広める時に、当時ファミマンで、その、ペイペイっつってね、バイトの人が、登録すると500円です、みたいなね。あの、なんか宣伝、表、駐車場でやってた時に、おっちゃんがね、ふざけんな、何がペイペイだよ、みたいなね。そのアルバイトの、なんか看板背負ってる兄ちゃんに切れるっていうね。まあ、その人にとっては、ペイペイの価値を、 うん、今分かってるのか分かんないですけど、分かんないでしょうね。電子マネーっていう価値がね。まあ使ってないから。だからそのやってないし使ってないから、あのー、分かんないですよね、価値って。だから情報発信にしても、うん、やってみないと分かんないし、うーん、多分聞いてるだけだと分かんないと思いますよ。 だって稼げることもわかんないだろうし、だからこ,あのこの前、熟成の俊英君とあの対談したんですけど、やっぱ情報ビジネスがいろいろ勉強したけどやっぱき、やっぱ情報ビジネスが最強ですみたいに言ってたんですけど、なんでそこに行き着いたのかっていうと、やっぱやってきてるからですよね。で、やってきて、そのうまみって言ってたんですけど、まあ、うま、うますぎるみたいな。うますぎるみたいな。いろいろ食べてみて、これやっぱうまいよねみたいな。だから僕もいろいろ見てきて、 やっぱこ、こんだけリスクなくて、こんだけあらりが高いビジネスってないんですよで。仮想通貨の場合は、やっぱリスクは絶対あるわけですよ。まあ仮想通貨に限らず、お金を使ってお金を増やすってことは、リスクは伴います。でも、情報ビジネスにおいてリスクがないんですよね。そのお金を使わなくていいんで。この YouTube も別に0円ですし、僕は YouTube と、あの、インスタ、無料の SNS は使ってますけど、全部0円です。インスタも4000万以上投稿してますけど、0円ですね。 月額のランニング費用もかからない。YouTube も月額の費用のランニングがかからない。まあ一つ、まあちょっとお金かかってるとそれのはブログですよね。サーバー代千円、毎月1000円とドメイン代が年間1480円ぐらいなんで、まあ月額1150円ぐらいですかわかんないですけど、それぐらい、えー、費用はかかってます。何かその発信する上でね。 まあブログに関しても無料ブログありますので、まあ、無料ブログでやればお金かかんないですし。だからまあ僕は、その、まあ、一言で言うと、まあチキンなんですよね。<laughs> チキンやろうな、ビビりやるものなんですよ。なんかみんな不安ですとか、あの、なんかどうしようみたいな思ったりするじゃないですか。多分誰よりもそう思ってると思いますよ、僕。 だって仮想通貨買って上がんなかったどうしようみたいになるじゃないですかトレードしてエントリーして上が下がったみたいになるじゃないですか僕は絶対なるのでだそれはわかってるんで僕はチキンなんでねだからチキンなりにあのリスクがないあの情報発信を徹底的にやるってことですねこんなにあのうまみうまいものは僕は知らないですね久保さん知ってます情報ビジネス以外に すごいビジネスあるぞみたいな。こんだけ費用かからず、莫大な利益を出せるっていうね。3年で1億稼いだお金も多分情報ビジネスですよね。多分3年で1億の中に仮想通貨入ってますよ、利益。多分入ってないですよね。FX の利益入ってないですよね。3年で1億の中には多分。しかも、ほぼノーリスク。<laughs> ほぼノーリスクですよね。うん、商品提供するときの あの輸送費0円メール0円じゃないですか久保さんも G メール使ってると思うんですけど普通だったら輸送するのに佐川とかね大和とかねお金かかるじゃないですか U パックとかねで日にちもかかるし G メールでピッて送れば終わりでそのコンテンツ YouTube みたいなね無料みたいなどういうことやねみたいなね速っか宿最初19万みたいなねその19万買ってみたら YouTube みたいなね <laughs> ね久保さん。そして久保さんの場合は、あの、人類っていうね、無料の <laughs>。KDDI! どうすかね。<laughs> 僕はね、もうこれ停止しますけどね。まあもちろんその40歳からはちち違うことを挑戦しないといけないので、まあそれはもう自分に言い聞かせて、新しいことをやらないといけないな、というところで。まあでも情報発信をベースにはやりますけどね、もちろん。まあ FX やる 結構大きなウェイトはネタっていうね <laughs>。ネタっていう <laughs>。やっぱ FX のパイ大きいし、広告単価高いし、まいろいろあるんで、売りやすいしっていう。うん。市場も大きいですしね。で、たぶなくなんないだろうし。なんで、あのー、まあ結局情報ビジネスをね、極めた方が、本当に僕はいいと思います。ひとまずね、ひとまず。で、あとは、 そこで軍資金作れるようになった後は考えればいいじゃないですか。って僕は思いますけどね。うん、こんだけただでいろいろできるのは他にないと思いますね。うん、はい、いってらっしゃい。